日頃の感謝を込めて、ヒカルの27歳誕生日サプライズ大作戦来ました。今回本日5月28日はヒカルの誕生日の1日前なんですよ。で、何もサプライズしてこなかったんで、今回はいくつかね、サプライズ用意してます。視聴者の皆さんも一緒に楽しんでもらえればと思います。それでは誕生日前日最初のサプライズ行ってみましょう。どうぞ。実は明日がヒカルの誕生日で、ヒカル実況の方でパブロとか多分やってると思うんで、ケーキを渡しに行こうかなと思います。誕生日おめでとうということで、27歳おめでとうございます、ね、おまだということで、まだいや、もうなりますマジで正確に言ったらまだ結構先やな、はい、もう28日の2時間後とか3時間後なんですけど、何で2個だおかしいやろ3つ、はい、時間がなくてホールケーキもっとでかいやつ頼もうと思ったんですけど、それできなくて、ね、まあまあなはい、おめでとうございます。ありがとうございます。今回27歳の誕生日ということでね、正確にはまだ27歳じゃないんですけど、はいはい、あとまあ2時間後ぐらいに誕生日迎えたことでね、全員にお祝いしてもらってね、すごくまあ本当に嬉しい気持ちでいっぱいですまあ本当はねパワープロやってたんですけどね、ちょっと邪魔されて、ちょっと正直すごいとこだったんですよね。どうでもいいけどもうほんまにいいとこ、何回でもできるんですよ、まあ、もうすぐオールエの選手できるんちゃうかなって思ったんですけど、そこを邪魔されたんで、ね、絶対そうです。まあでもとりあえずケーキ食いましょうか。うまそうやな。うわめっちゃ柔らかいよこれ。パダモさん、ハさん、これは全部で1万ぐらいします。そんなするのマジでお前ぼったくられたよ。いやぼったくられたよ。普通の白十字っていうね。あ、白十字、これ白十字のケーキ、ええやつやん。もういただきます。あ、これうまい。これは1枚するわ。やっぱその去年何もしてないというか、お通しはしたんですけど、去年何もできてないということで、俺そもそもなんか祝われるの好きじゃないから大前提として、うん、俺そんな好きじゃないし、むしろそういうのやめてほしいタイプやから、どっちかって言ったらこれまあ動画やからギリギリしとうけど、動画待ってなかったら普通に切れとるでも企画力皆無のお前すが、まさかこんなことするとは思わなかったけどな。お前最低限って感じだったあんまり最低限だな。ケーキもできたとりあえずサムネのタイトルさえ何とかなったらいけるんちゃうかっていう。バイスのもやばさやばいな。昨日ね、誕生日祝いましたよ。ただこれで終わりじゃない。やっぱりこんなとこ終われないということで、今回ね、まあ、今日5月29日なんですけど、今からヒカルを旅館に連れて行きます。ヒカルには一応企業案件としてね、前々から旅館の案件が入ってるっていうことでね、撮影場所まあ旅館取ってっていう風に言って、そこに今から行くっていう、まあ、仕事としてね今から向かうっていう感じなんですよ。じゃあ行きます。はい、ヒカルの家の前まで来ました。じゃあ寝てると思うんで起こします。はい、あ、起きた。はい、起きたな。今から行かなあかんやんか。仕事、うん、仕事行かなあかんか。とりあえず準備してほしいな。はい、準備するわ。おー、カメラ回して。旅行の案件やからこっから撮って、まあまあまあそっちの、そうそう、行くとこも撮った方がなんかそれの雰囲気が出るというか、とりあえず今日ね旅行行くんですよ。いや、そうなんですね。すごいちょっとね楽しみにしてて、しかも今日、まあ、ちょたまたま誕生日なんですよね。はい、誕生日に旅行行くというね、いい感じで楽しんでいきたいと思います。はい、今からね6人揃っとると思わんかった正直あーでもやっぱり、いや俺だから俺とマイスさんと名人ぐらいで行くんかなと思ったら全員集合しようから、まあ、そっちの方がだから面白いんじゃないかなっていう。あ、まあまあまあ初めてやから俺ら全員で行くの。全員で多分どっかに行くこと自体がないもんな。メッシぐらいじゃん。メッシも6人揃わへんやん。まあ、ないない、1回も行ったから。6人揃わへんから、結構ね、そういう意味でも楽しみなんで、ちょっと今から、車内も楽しみながらね、旅館まで行きたいと思います。いや、でもまさかこの誕生日に旅行に行けると思わんかったな。ほんま偶然、たまたま、運が良かったっていうか。確か今から行くところが、温泉なんですよね、有名なところで。温泉とかマジで行かへんからな。でみたいな、ちょっとこんな真っ昼間から動くことまあまあないからでもやっぱりそっちの方がいいんじゃない。まあ体にはいいやろポジションなんか名人とか、まあ旅行とか行かへん。あんまり行かないですね。もうちょっと声張ってよ、こっちこっちは。これな、態度じゃないねん初やからさ。いや、あんまり行かないですね。勝っていないんで、こっちとりあえず飯食いたいな、なんかパーキングよって、たこ焼きかなんかを。おー、確かに。そういうの食べたい。コッシー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 行くぞでなるほど。
めっちゃ、めっちゃ電気が低いですね。いや、もうやり直しやり直し、もう一回、もう一回、さすがに、ダンキド行くぞって言ったじゃない。もう言わされたおかしくないやん、むしゃ。ほんまに。崩すやん、もっともっと来て。嘘でいいよ、むしゃ。嘘でーす。そう。じゃあ次、前さんがじゃあ、行って。よし。よし、よし、よし。行くぞでーす。とりあえず、まあ腹ごしらえということでね、旅館着くまで結構かかるんで、パーキングでなんか飯食べときたいと思います。1個ずつとりあえず買ってきて、俺はアメリカンドッグ、これとりあえず腹ごしらえって感じかな。旅行最高やな、やっぱ来てよかったわ。まあまだ旅行の醍醐味で何にもないけどないや腹ごしらえも済んだし、ここはちょっとテンション上がってきたな、気分変わってきましたよ。そういえばちょっとこれ言いづらいことなんやけど、さっきパーキング言ってトイレ行って、まあ、企業案件やから絶対これは言った方がいいこととか言ったらいいことみたいなあるやん。え、だからそれ確認したやんと事務所に。そしたらその企業案件入ってないって言われて、あーそうなんや急に思った、これ企業案件じゃないことそれちょっと、はい、初めから今思って怪しいなと思ったから、まずよく考えたらコシちゃんとか何でおるんかなっていう。企業案件先がコシちゃんのこと絶対知らんのにチョイスせえへんやん、そもそもな、っていうのもいろいろあるし、その込み込み考えた時にこれ企業案件じゃないやなって気づいてもた。気づかれた。まあまあもうバレちゃったら言いますけど、今回は企業案件じゃないです。確かに、だって俺後ろ見たらルイ・ヴィトンの箱見えたもんそんなの持ってないやん。いや分かるね、普通に柄で後ろ見えるもん。なんで俺なんか。いやいやいや、あと30分40分くらい、はい、それはここはもうマッチゲームしてるか。あーマッチゲーム、メインルールは知ったわけよな。マッチゲームルールは大丈夫みんな。そしたらルールは簡単で、リズムに合わせてマッチワードを言っていくって、それだけ。だリズムはマッチマッチマジマッチなんとか OK じゃあ行こう。マッチマッチマジマッチ翔平今もうアウトじゃないですか。パッてやらなかった、さすが遅すぎるから。もう一回じゃあ前さんから。同じ技ありで、いや大台出し西大関係者遅いし、その遅いしやったことがずるい。もうその中で次ショッパンマンとか言うつもりやろカレーパンマンどこがマジやねんって話やねん。全然できないんだけど、そしたらそれは。いや、なんかあの若干こうしたら似とるやな。顔を立ててもらえる。なんか雰囲気できたな。木の崎とか行った時の感じに似とるやつ。温泉街みたいな感じやから。そう、いよいよもう着きますからね。いやー着くぞ。長かった。いやーすごい、ほらすごい、うわやば。月光園ちょ、とこっぽいな、これとこなわけですよ。月光園航路館って書いてある。これ、とこあー、着いた。着きました。はい、着きました。月光園の航路館という場所。すごいな、これやばくない。いや、やばい。行きましょうか。オープン。おー、広ろ。すごい、すごいな。ゴシ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 行くぞ。であ見てこれ、まこれ音やばくない。うわやばめっちゃやかりやこれ。うまい。誕生日おめでとうございます。おーすげえ。はいどうも、はいどうも、水溜りボンドです。お願いします。ね、毎日頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。すいません、間違えました。